昭泉新宿駅前駅付近を行く23型35号、京王電機軌道23型電車は、京王電鉄、京王線系統の前身である、京王電機軌道が1920年から1926年にかけて導入した旅客用電車である。44両が製造され、大正時代の京王を代表する車両として知られる。1913年4月15日に、 笹塚調布間で開業した京王電気軌道は路線の延長を重ねた末1916年10月31日の調布府中間開業をもって新宿追い分け府中間の全線開業を達成したその結果京王線の利用者数は飛躍的に増加し1913年には1日750人に 過ぎなかったものが1917年には1日5600人を数えるまでになった。このため1系電車をはじめ4輪単車では輸送力不足となったことから1919年には京王発のボギー車となる 19K4 両が導入された。しかし19型は従来の単車を単に引き伸ばしてボギー車に仕立てた程度のものであり。 上高口への扉設置や空気ブレーキの装備などの改良を施した新型車として登場したのが23型である。各年に製造された車両番号、春光日、メーカーは以下の通り、全長 11732mm、全高 3455mm、全幅 2286mm、客室長 8255mm の 木造車体を備え、客室の前後に乗降デッキがある当時としてはごく、一般的な構造を有する。ただし先行して導入された19型は、乗降デッキのつま面に、ベステビュールと呼ばれる風防ガラスを取り付けただけで、吹きさらしのオープンデッキだったのに対し、23型は、乗降口に扉を設けて、雨風の侵入を防ぐ密閉型車体に改良されている。 上校扉は23から54が2枚、連接引き戸55から66は1枚引き戸で、竣工したが徐々に1枚引き戸に統一された。当時の京王線には道路上に軌道を付設した平用軌道区間があったため、軌道法の規定にのっとり車体前面には歩行者、巻き込み事故防止用の救助網、床下の台車間には金網が取り付けられていた。 客室側面の窓は2枚1組のものが扉間に5組、配されており、便宜的な表記では 1D2222D1 の配列となっている。幅が絞られて、細表となった、車体前面は外方に向かって緩やかな局面のついた3枚、窓構成とされ、マスターコントローラーの置かれる中央の窓は大きく、取って乗務員の視界確保が図られている。 側板は倉庫にはめ板を並べる当時の標準的な広報によっている。座席はロングシートでデッキに設置された運転台は H 字状に組んだポールによって客室と仕切られているだけだった。車体塗装は客室部の腰板をクリーム色に塗り分けるなど凝った装飾を施していた19型までとは異なり茶色い式に簡素化されている。 屋根は、明かり取り用の小窓の設けられた、いわゆる二重屋根と呼ばれる構造で、側面には2枚1組の明かり取り窓5組と、水雷系通風機4機が、交互に配置されていた。主電動機は、枝三鉄工所製造の23から48が、英国のイングリッシュエレクトリック社製 DK-QC、日本車両製造、天宮製作所、 東京ガス電気工業製造の49-66は、同製品を東洋電気製造がライセンス生産した TDK-9C を使用し、拡大車に1機ずつ、計2機を吊り掛け式で装備した。歯車比は DK-9C 装備車が71、14なのに、対し TDK-9C 装備車は64、15と、わずかに高速よりの設定となっていた。 制御機は、枝密製23から48が直接式の EE 車製ドバイ K4 を、その他3車製の49から66は、主電動機と同じく東洋電気製造によるライセンス生産品であるドバイ K13 を搭載した。直接式であるため総括制御による連結運転には対応しておらず、そのため連結機は装備していなかった。制動装置は、 当初手ブレーキと発電ブレーキのみ設置されていたが、1922年以降に製造された35から66は、米国のウェスティングハウスウェアブレーキ車製 SM 直通ブレーキが標準装備となった。空気ブレーキなしで竣工した23から34も、同年中に空気ブレーキが取り付けられている。手ブレーキは空気ブレーキの導入後ほとんど使用されなくなったため、 1934年までに全車取り外されている。台車は各車とも米国の JG ブリル車製の単造軸バネ式二軸ボギー台車である 76E を装着した。軸距は 1473mm、台車間間隔は 5334m である。終電装置は、竣工時点では、トロリーポールを車体前後の屋根状に、各2本1組ずつ、 合計4本搭載していた。2本1組なのは、当時京王線の新宿を岩木笹塚間が、法制上の制約から、汽線電流をレールではなく、専用の河川に流す架空複線式で建設されていたためである。同区間が1927年に、一般的な単線式に改修された後は、WHS-514A 型、パンタグラフ1機に交換され、 さらに1929年からはより小型な TDKB 型への交換が行われた。1920年の登場後、23型は単車が横浜市電への譲渡で1923年に一掃された後も増備が続けられ、最終的に44両の王女隊となりも自通りの主力車として徴用されることになった。しかし KO が関連会社として設立した。 玉南電気鉄道が1925年3月24日に府中東、八王子間を開業させると23型より高速、大型で総括制御による連結運転が可能な玉南電鉄1系電車が登場し、京王が玉南を合併した後の1928年以降は、同車をもとにした全長14メートル級の中型電車と呼ばれる、 車両が増備されるようになった。このため一両編成でしか運行できない23型は徐々に持て余されるようになり、新宿千歳から須山間など、もっぱらタンク間の運行にのみ使用されるようになっていった。その後1933年に30.33の2両を玉子鉄道へ譲渡したのをはじめとして処分が開始され、1941年までに全車が廃車となった。 多摩湖鉄道22廃車後、25両は1933年から1941年にかけて、新京交通、大日本電力、多摩湖鉄道、東京地下鉄道、広島ガス電機の各社へ譲渡された。高速走行を意識していたとはいえあくまで、路面電車ベースの設計だったこともあってか、多摩湖鉄道以外の譲渡先はいずれも、路面電車であった。 このほか北京市電で23型と見られる電車が運行されている写真が残されているが、鉄道史研究者の沢内和輝は、廃車後の1940年に小島栄次郎工業所なる鉄道車用部品ブローカーに売却した31.3435.3954.56が販売されたものと推定している。 これらの上渡車も含め23型は全車が廃車解体されており、千葉県いすみ市のポッポの丘に広島電鉄上都分で使用されていたものと伝えられるブリル76位台車1両分が展示されているのみである。慶応は当初から新宿八王子間路線の建設を目指し、軌道特許を取得していたが、府中八王子間は、 開業初期の経営難から目途が立たないまま1915年度に特許執行となり、新宿府中間のみの路線となった。23から48号まで、49から66号は、全高 3620mm。D は、客用扉、数字は、窓の枚数を表す。端子電圧 500V 時1時間定格出力 37.5kW。 端子電圧600ボルト時1時間定格出力37.5キロワット。当時は水道管やガス管が鉄製であったため、気線電流をレールに流す、一般的な架空電車線方式ではレールからの漏電によって、これらの配管の電飾が懸念されており、軌動事業と建設行政を所管する内務省が都市部での架空伏線式採用を要求したためである。 ただし当時の京王車内では大型と称していた。余談ながら旧上等電気軌道と同時に東京市電に編入された西部軌道には2 1系2 1 2 2という23 k o 2 3系上等80型と外観や細部の寸法が告示している電車が在籍しており、編入後は2 0 0系2 0 1 2 0 2と改版された。両者は共に 枝光鉄工所が全く同じ時期に製造しており、共通設計の車体を各社の事情に合わせてアレンジしたものと考えられている。ありがとうございます。